Royce Gracie was the tournament winner of UFC 1, UFC 2 and UFC 4, which at the time was the opening single elimination tournament with minimal rules, against Hideo Takara, notable for holding the record for the most weight divisions completed in by a professional MMA fighter, at 7, ranging from flyweight through to heavyweight. The fight took place in Japan on 23rd December 2005. さあ宇野さん、はい、この体勢ですがどうでしょう。そうですね、ホイス選手はパスガードに行かないですね、はい、割とまだ固めて殴ってますね、うん、なるほど、はい、普通でしたらすぐ足を越してサイドポジションに行きたいんでしょうけど、あまりなんかホイス選手は行かないですね、仕掛けないですね。まあホイスも父のエリオからはテクニカルな試合になるだろう、自分よりも小さな相手というのは10年以上前に戦ったことがあるぐらいだと話していました。まあこういうことやりながらでもいろんなこと考えてるんでしょうね、次のとね、まあ、本当に考えてると思います。まあ、このところにもしてもこの究極の寝技し、まあ、寝技ではこのグレイシーに対してどこまでやれるか、自分の力を試したい、そうも話していました。とにかく動きたいとところは言いました。しかしまあ畠山さん、はい、このところという選手は本当に一発があるって言うんでしょうね。まあ本当けど、ひょうひょうとしてて大舞台にも全然ね、全然臆してないですね。まあ、一方上になったこのグレイシー柔術、まあ、このその格闘技界ではその名を知らぬ者はいないという、相手の両腹を叩いていますが、強運の持ち主ですからね、このすごいね、強運というかですね、今年一番の本当に下克上をですね、この一戦でぜひ実現してほしいですね。まあ谷川さん、これ勝ったら大変なことですよね。大変なことですよ本当に、まあ大方の人間はもう 90% ぐらいホイス・グレイシーの方が強いだろうと思ってますから、さあ尻を出す下からところです。日本のところ足を取りたい、とにかく動いて足を取りたいところ。ヒデオ、ここは冷静なホイス・グレイシー、しかし宇野さん、はい、ホイスも冷静なところを見るとなかなかところをやるのと思ってるんですかね。そうですね、パスガードに、まあ、そうですね、足感狙いと、展開をあまり作らないようにしてるんじゃないでしょうか。しかし正確に、宇野さん、はい、右鼻血出ましたよ、鼻血が。そうですね、入ってますね、唾液効いてますね、はい、なんと、本質鼻血きましたよ、本質鼻血、流血、サッカー OK、 これが顔面ひざけがあるんですよ、顔面にパンチ、ここはやってくる。さあ、足を取れるか、膝を取れるか、大流血、出血、大流血、本質、こんな展開、誰が想像したんでしょうか。なんと、一族最強の男、グレイシーの法律が出血。いやー、谷川さん、一発で流れ変えましたね。これはあるかもしれない。わー、すげー出てますね。折れてんじゃないですか、鼻。これ畠山さん、折れてますか。可能性ありますよね。一発入りましたね。完全に劣勢と思われていたところが、ワンチャンスをものにして逆に自分の土俵、まずは日本のところ、ヒデオが上になりました。呼吸苦しいと思います。鼻血でも、鼻血で、穴がもう耳のあたりを叩いています。しかし、まあ、後頭部への蹴りも認めさせたのはこのホイスです。これまた決闘のルールなので、これ止められないんですよね。なるほど、普通ヒーローズルールだったら止めてブレイクなんですよ。はい、これは特別ルール、しかも10、いやこれ痛いと思う、絶対、もらったことないんですよ、僕も。何とも言えないですけど、痛いと思いますね、ですね、はい、数相当もらってるじゃないですか。逆に一発もらって鼻血を出しているのがホイスではありますが、上になったところとしても総楽な戦いになります。すごい警戒してるよ。ところが話していたのは、この対戦に向けても前田明さんから秘策を受けてこのリングに上がっています。7月6日、優勝候補ノゲイラを倒した時も前田明さんからの秘策を持って勝利しました。ラスト40という声が所ジュニアから飛んでいます。硬いですよね。そうですね、この辺りがグレイシー、逆に首を決めてくるか、グレイシー首を決めてくるか、うまく道具を使ってところの内と持ち上げた、持ち上げてくる。しかし固めに来るグレイシー、しっかりと道着を掴んで固めに来て、コツコツ今度はかかとを背中腰の部分に打ち付けて、またショーンテレイ三半規管耳の裏。ホイス選手鼻血は止まりましたね。止まりましたか、ね、
残り時間いよいよ10秒を切った。総合特別ルール10分の2ラウンド、下になっているホイスもそうやすやすといかない。しかし日本のところ素晴らしい、最強のグレイシーに一発見舞って相手の鼻からおびただしい血を出しました。第1ラウンドが終わりました。まず宇野さんに第1ラウンドが終わりました。まず宇野さんに聞きましょう、ここまでの展開どうですか。やはり体重差があるからちょっと不利かなと思ったんですけど、所選手の方が、すごくやっぱり動いて、このところもそうですね、打撃でうまく思いっきりよく動いてますよね。この右これ振り下ろした、その一発が入りましたね。入りましたね。これ畠山さん、もう一度スロー出ますけれどもね、この左のキックからですが、畠山さんどうでしたか、このパンチは。叩きつけたんです、入ってますよ、これは。うわ、まともにちょっとけどずれましたね。ちょっとずれましたね。これがまともに鼻の頭に入ってれば、そう、顎の下とかね、顎のあたりに入ってれば、一発失神だった可能性もありますよね。しかし谷川さん、不利になれば不利になるほど自分はやるんだと言ってましたが、すごい選手ですよ、これは。すごい選手ですよね。天下のね、ホイスグレイシーがここで戦ってるんですから。この思いっきりの良さ、思えば7月6日ノギーラに対してもバックハンドブロー一戦、そこから殴りかかっていった。これは宇野さん、決着するにはやっぱり殴って CC KO なんですかね。どうでしょうね、ちょっとホイス選手もかなりちょっと疲れていると思うんで、もしくは足関節で決まるとか、そういう関節技もあるかもしれない。逃さないですからね、ホイスは。確かに昨年の大晦日も一瞬の隙を突いて自ら寝技に引き込んで明けぼのを決めてしまったというホイスです。さあ宇野さん、ここからところは何を気をつけたいですか。まず逃げることでしょうね。逃げる、ガード越しに持っていくことが大事だと思いますね。今脇を刺してるんで行きやすいと思うんですけど、そうですね、おっと、さあ行くか、ホイスさん蹴るか、蹴るか、よく立ち上がりましょう。早いですね。蹴りは OK です。特別ルール組み付けも OK だ、組み付け OK。 体を浴びせた外掛け、外掛け、おお、組みます。体重差は10キロ以上。いや、宇野さん組み合ってもね、負けませんね。すごいですね。谷川さん、本当に試合ごとに成長していくところが分かりますね。すごい、本当に。逆にここ寝技に切り込んだかところは慎重になるホイス。こんな小さな相手にまさかこのホイスが慎重になるとは全く予想もしてない。外れた、外れた、外れました、外れた、外れた、外れたが苦しいところ。頑張ってほしいです。さあ、この歓声が、この大阪ドーム、いや、所君すごいっすよ。この声が聞こえるか。所君だ、所君だ、戦うフリーター、6畳一間のアパート、流しを流しで頭を洗い、体を洗い、黒田氏のアパートに住む、まさに日本の2005年のシンデレラボーイ。ここをしのいでいます。残り時間は4分30秒。もう足が完全にフックされてますからね。完全にここはグレイシーの時間です。体がね、反転できないですよね。さあ、また首を狙いに振ります。ホイスで来るのが得意技です。もうグレイシーのしつこいですね。指のように絡みついてきますからね。そしてまた屈折して大阪ドーム、このところコール、負けてはいません。負けていません、ね、世界最強一族の男、ホイス・グレイシーに対して20分戦って、一歩も引きを取っていないところ。20分戦って決められませんからね。体を振りしてきました。今宇野さんでもセコンドの2分半というところ反応してますね。はい、落ち着いてると思いますね。はい、この辺りは所はしっかりとセコンドの声を聞いています。盛んに時計を見ています。残りは2分です。残りは2分。また畠山さん、本日鼻血が出ましたね。出てますね、本当に。憎たらしいぐらいもうすごいですね。本当ですね、ぶっ飛ばしたいです。なんとかね、ここはもう1対1の決闘です。まあ、その畠山さんの気持ちも日本中のファンが、おそらくテレビの前で、そしてこの大阪ドームのファンがそう思っていることでしょう。ここはブレイクが詰められて残り時間が1分40秒。ブレイクが上がりましたね。あ、さあブレイク、ドントムーブですか。セミポジションですね。同じポジションから再開ですね。ラスト1分半、ファイナルラウンド10分もあっという間に、残りは1分半となりました。この対戦は特別ルールで判定はありません。ここで勝負がつかないとドローになります。
さあ残り時間がなくなってきた日本のところ、さあところ日本中が応援しています。昨年のこの大晦日はテレビで見ていたダイナマイト、1年経ったら最強の男ホイスに対して一歩も手を取りません。さあ1分を切った、またところホイスです。ホイスはね、20分戦ってるわけですから、そして宇野さん、はい、これスタミナもすごいですね。そうですね、常にもう動いてますからね、このスタミナってすごいと思いますね。でも畠山さん、なんとかね、このスタンドの打撃というんですかね、ちょっとさっきでパンチをね、スタンドですね、あ、スタンドですね、スタンド、これ最後の勝負ですよ、最後の勝負、これか、これか、投げた、投げた、投げた、残り15秒、投げた、取ってますよ、最後の勝負、投げた、しかし危ない、危ない、ここは三角が来る、下から三角締めが来る、いや思わずこの会場内から畠山さんぶっ飛ばせっていう声が飛び出し